海上自衛隊所属総遊型潜水艦がオーシャンアルテミス号との衝突は衝撃的だったよね。ああ、内陸にいたやなかったのら偶然にも救われたよな。今現在神戸市の海上自衛隊阪神基地に到着しているらしいぜ。本当に良かったよね。今回はその衝突事故を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上保安本部や海上自衛隊の事故調査が続けられている中、結構衝撃的な映像を見つけたよ。冒頭で話したように、商船と総遊型潜水艦が衝突した映像だね。総遊は浮上時に商船オーシャンアルテミス号の底部に衝突したみたいだよ。2021年2月8日、総遊型潜水艦が商船オーシャンアルミテス号と衝突したというニュースが入ったんだけど、この知らせに、潜水艦に詳しい人たちは大いに驚いたことだろうね。なかなか急な事故だったらよいからな。具体的な事故の内容はどんなものだったの？事故の内容だけど、総遊が商船の底部に衝突したという事態だったんだ。オーシャンアルテミスの乗員には幸い怪我人はいなかったんだけど、潜水艦では3人が軽傷だったようだね。大きな事故までいかなかったのがむしろ不思議なぐらいの事態だったんだ。なぜこんなことが起きたのか。事故の原因がまだ解明中とのことだが、総遊潜水艦の船座が折れ曲がってしまうほどだから、その衝突の激しさがよくわかるな。単純に考えると潜水艦は兵器の一つ。それが普通の船とぶつかって壊れたイコール負けたってどういうこと？と不思議に感じる方もいるんじゃないかな。はいはい、僕もそう思うよ。日本が誇る潜水艦総遊が破壊された？冗談でしょって思ったもん。そうなるよね。訓練中だった総遊内での連携ミスが原因ではないかとされているけど、実際の解明まではかなり時間がかかりそうなんだ。それじゃあさらに詳しく掘り下げていこうかな。まずは改めて事故の詳細を紹介するね。一昔前は台風の接近ニュースでよく名前が出ていたのが高知県の足摺岬だけど、その沖で2021年2月8日午前、海上自衛隊の総遊型潜水艦1番艦総遊が、民間の貨物船と接触した事故が発生しというニュースが多数のマスコミによって報道されたんだ。潜水艦総遊が接触した相手艦船は香港の貨物船オーシャンアルテミス号だったんだけど、不幸中の幸いと言うべきだろうね。相手側には怪我人や船の損傷は起きなかったんだ。こちらの総遊柄でも3名の乗組員が軽い怪我をした程度だったしな。つまりそこまで深刻なダメージを受けたわけではないんだよ。今後海上保安庁や海上自衛隊の事故委員会が調査して、事故原因の究明を進めていくと言われているよ。事故後に公開された映像や写真などを見ると総遊のセール部分の損傷は、肉眼でも認められるほど明らかだったようだね。総遊が浮上時にオーシャンアルテミス号の底部に衝突したことがわかる状態だったんだ。この事故で一番に問題視されたのは、事故の衝撃によって総遊の通信機能が失われてしまったため、事故報告ができたのは発生からなんと3時間以上も遅れてしまったことだよ。有事の際の通信機能の消失は笑えない状態だよね。怪我人の重傷度合いによってはその時間が命取りだからな。報道によると、事故の発生地点は足摺岬から約 50km 沖合の海上だったんだけど、この海域は携帯電話の電波の圏外だったんだ。そのため、通報が可能な電波が受発信できる圏内へ移動するまでに時間がかかってしまったということなんだ。驚くのは、その通報した機器も乗組員の私有物である携帯電話を使ったものだということなんだよね。潜水艦自体の通信機がこういった不測の事態に対応できないとは信じられないと感じちゃうよね。緊急時の連絡方法について、会議の中ではどのように規定されていたのだろうという疑問が浮かんでくるよな。言うまでもなく潜水艦は日本の領海の防衛を担っている最前線に立つ艦艇だからね。その艦隊がわずかな接触事故によって、大切な通信機能を失ったという事実は、即応のリカバリー体制も含めて万が一の非常時に果たして対応できるのだろうかという不安が拭いきれないよ。素人が見ても、当日の海上は悪天候ではなく、安定していたように思われるし、それから考えてもどうしてこのような事故が起こってしまったのかと不思議に思えるぜ。ちなみにぶつかった相手のオーシャンアルテミス号は全長が200メートル以上と、総遊の倍以上もある大型貨物船なんだ。それほど大きな存在を認識できずに浮上してしまったことも気がかりなポイントだね。潜水艦は浮上する際に、潜望鏡を海面に出すんだけど、その深度まで達することを露鏡というらしいよ。今回の総遊は露鏡するときにはオーシャンアルテミス号を発見していたみたい。しかし潜望鏡でオーシャンアルテミス号を発見したものの、
気づいた時点では衝突を避けることができる距離はすでに過ぎていたので、やむを得ず衝突に至ってしまったというのが記者会見における岸防衛大臣の説明だったようだね。なんだかエラがありそうだよな。考えすぎか。どうだろうね。真実はいつも一つ。事実は小説よりもけなりって言うしな。体は子供、頭脳は大人、その名も。さてさて、海事の潜水艦事故は他にもあるのか。うんうん。実は海事の潜水艦による路上事故の事故はこれだけではないんだ。2006年平成18年にも発生していたんだよ。この時は練習用潜水艦朝潮が宮崎県沖の海域でタンカーと衝突したみたい。この事故以降、海上自衛隊では朝潮の事故を教訓に、潜水艦運用手順の厳格化を実施してきたと言われていたんだけど、不幸にして再び路上事故に事故が起こってしまった格好になったんだよね。過去の教訓を活かせていない。トラッシングを受けても仕方がないな。幸いというか、今回の操縦、前回の朝潮、共に衝突した相手が地震よりもはるかに巨大な艦艇だったために、その後の大きな損害、被害につながらなかったことが幸運だったと思われるね。しかし、潜水艦事故といえば未だに多くの人が思い出すであろう愛媛丸の悲劇があるんだ。愛媛丸の悲劇？2001年平成13年に発生した愛媛丸事故は、アメリカ海軍の攻撃型潜水艦グリーンビルが浮上時に愛媛丸に衝突し、艦自体が沈没してしまったんだ。沈没させられた愛媛丸は9名の犠牲者を出したんだよね。これほど船体の大きさに差があったわけだから、グリーンビルにぶつけられた愛媛丸は無事では済むわけがないよね。だからこそ、前述のように9名もの死者を出す悲しい結果になってしまったんだよな。また忘れてはならない事故がもっと遡った1988年昭和63年に発生した名田潮事件だな。名田潮事件？神奈川県の沖合で海事の潜水艦名田潮と釣り船第一杉丸が衝突し、第一杉丸が沈没。乗客30名という多数の死者を出す結果となったんだ。この時の第一杉丸が約150トン。名田潮は水中排水量約2900トンと大きな差があったため、第一杉丸はひとたまりもなく、沈んでしまったことが伺えるぜ。うんうん、この名田潮事故については、艦長らが航海日誌の記述を後に換算したという疑念も浮上し、事故の責任を回避しようと企んだとして当時は大きな社会問題となったんだよね。潜水艦の設計上、溺れている人を助け上げることはできないのだろうけど、艦上に立ったままで手をこまぬいて海面を眺めているような乗組員の姿をニュース映像で見て、苛立たしさを感じたものだよ。さて今回の操縦は長期にわたる定期点検後の航海だったとも言われているんだけど、乗組員の習熟度が不足していたための人的ミスの可能性なども指摘され始めているみたいだね。いずれにしても、日本が誇る操縦の失態ですから、真実が知りたいものだな。そして何よりも、日本の領海防衛には欠かせない潜水艦だから、一日も早く対応策を実施し、操縦の運用再開を希望するよ。本当にその通りだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。